今日はですね、ダイエット動画でございます。私ちょっと前に腹筋終わりますっていう宣言をしたんですけども、実はですね、ハンドクラップの検証と重なってしまって、もうそれで疲れてしまって腹筋をしたりしなかったりする日があったので、ちょっとちゃんと仕切り直して3日前からまた腹筋を始めました。で、今日は3日後の経過動画になります。で、私がこれからやっていく腹筋の方法は同じくこちらの動画で説明してあるので、よかったらご覧ください。では突然なんですけれども、私が3日間腹筋をした様子をご覧ください。では早速3日目のウエストを測定していきたいと思います。はい、ウエストを測定しました。結果はですね、1日目に測った時が62センチでした。で、3日目の先ほど測ったのが61センチでございました。ということでマイナス1センチですね。で、これをですね、30日間続けて腹筋が割れるのかを検証していきたいと思います。そうなんですよ、この筋トレ方法がですね、私の憧れの松岡茉優さんが1ヶ月で腹筋を割った方法としてテレビで紹介していたんですよ。1回1回がすごいきついんですけども、短時間で終わる筋トレで比較的筋トレの中では楽なんじゃないかなと思うので、本当に1ヶ月で腹筋が割れるのかを検証という感じでやっていきたいと思っております。では30日間引き続き頑張ります。ということで今日の動画は以上です。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやっているので、よかったら概要欄から飛んでみてください。じゃあバイバーイ。